は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発菅野が神宮球場のマウンドに上がります。さあイーグルスタッフ、西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。2球目打ちました。山田が抑えています。ワンアウト、バッターは2番に入っている坂本。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ライト方向を流しました。北川アウト、ツーアウト。打席には3番バッター浅村。ツーアウトランナーありません。この回のイーグルス打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。打ちました。サード取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ、これからイーグルスが守備につきます。そしてマウンドに上がる西川が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました。サード取った。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている山田。小島、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。低めの球、ノーボールツーストライクです。さあ3球目は何か。打ちました。取りました。ツーアウトになりました。バッターは DH 柳田。ツーアウトランナーありません。この回の小島、4球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだと思いますよ。はい、そうですよね。空振りになります。次が3球目。いい当たり、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあ、そして打席には鈴木が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。浅村が抑えて3アウトチェンジです。2回になります。イーグルスの攻撃、バッターボックスは4番山川。イーグルス得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。先制のランナーが出塁して、打順は5番村上。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。引っ張った。ファーストを取った。アウト。スーパープレーが飛び出しました。ご覧いただきましょう。まず何を投げてくるか。変化球を見極めます。ファーストライナー掴んでアウト。2アウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには田中が入ります。さあ、2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。打った。掴んで3アウト。先制することはできませんでした。2回の裏、ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには5番小笠原。イーグルス得点に動きはありません。0対0です。打ちました。痛烈、破りました。センター前。先頭バッター6番バッター北川、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはアウトコース。初球からカットボールを投げてきましたね。もうちょっと低くいきたいですね。なるほど、そうですか。3球目は何で来るか。
きました。この打球は落ちた。滑り込んだ。ナイスプレーです。いいプレーが出ました。ファインプレーです。見事なスライディングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやいい守備見せましたね。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。引っ張った山川、セカンドフォースアウト。3回の表イーグルスの攻撃。打席には8番バッター塩見。イーグルス得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。打ちました山田、アウト。ワンアウトです。バッターは9番に入っている相川。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、インサイド落ちました。山田が掴んで2アウト。打順はトップに帰って島内。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。打ちました、取った、一塁アウト。3アウトです。3回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃。8番バッターはキャッチャー甲斐。イーグルス得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。1球目狙っていって当たりません。左中間へ持っていった。この打球は落ちるか。どうだ、ワンバウンドヒットになった。バッターランナーは2塁と。さあそして打席にはそよぎが入っています。怖いバッターが続きますね。さあ一打サヨナラのチャンス。バントしました、一塁方向。ピッチャーが抑えた。打順は1番に帰ります。バッター西川。イーグルス送りバントで進塁を許しています。三塁タッチもセーフ。初球は何から入ってくるか。低め打った、うまくさばいて、そのまま入って一塁アウト。さあそしてバッターボックスには山田が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。2球目は何で来るか。変化球、これは決まりました。ここはあっという間に追い込んでいます。